ルノー・メガーヌ・メガーヌはフランスの自動車製造会社ルノーが1995年から生産する C セグメントの乗用車である。ルノー19の後継モデルとして1995年のフランクフルトモーターショーでデビュー。メガーヌの社名は1988年に発表されたコンセプトカーから流用されている。デザインの総責任者は初代から3代目まで。 パトリック・ルケマンが務めた。二代目からは、ルノース・ポールが開発を手掛ける高性能版の RS が追加され、モータースポーツとのつながりを強くイメージさせるシリーズとなった。日本では RS の人気が高く、同シリーズを販売する店舗数はフランス、ドイツに次ぐもので、市場規模に対して突出している。 販売戦略上の判断から、スポーツグレードを中心に輸入されており、エントリーグレードや、ディーゼルモデル統制機輸入されていないものも多い。1990年の初めから開発が始められ、数々のスケールモデルやプロトタイプが試作された後、1995年9月のフランクフルトモーターショーで発表、同年の11月15日に、フランスで販売を開始。フロアパン、 エンジン、トランスミッションなどの基本メカニズムは先代である19のものを受け継いだが、従来のルノー車とは一線を隠したダイオンをモチーフに、したデザインと衝突安全ボディ、リア中央席の三点式、シートベルト、フロントシートベルトプリテンショナー、ロードリミッター、運転席、エアバッグなどを装備し、安全性を強く打ち出した最初のモデルとなり、1998年のユーロ、 キャップでは、クラストップの4つ星を獲得した。エンジンは、ガソリン1.4リットル、2.0リットル、ディーゼルは1.9リットルのディーゼルのほか、LP ガスガソリン切り替え式、LPG 自動車が用意されていた。2009年時点で、LPG 仕様はオプションとなっている。生産は北フランスのドゥエー工場とスペインのパレンシア工場、5ドアのワゴンはトルコ工場製である。 なお、カブリオレは、ドイツのコーチビルダー、カルマン社製で、リア側面に専用バッジが装着される。日本では1996年9月から販売が開始された。当初のラインナップは、5ドアハッチバックで2.0リットルサイチェシー、F3R ノックス、2ドアの右ハンドルで4足 AT のクーペ2.0と、左ハンドルで5足 MT の2.0リットル16、バルブ DOHC。 カイ 7R のクーペ 16V で、1997年9月には、セニックが追加された。1999年のマイナーチェンジで、フェーズ2となり、エンジンが1.6リットル DOHC の K4M に変更され、5ドアハッチバックで4足 AT の RXT と5足 MT の KC、そしてクーペと入れ替わりで4足 AT のカブリオレが導入された。 本国仕様の全幅は 1699mm だが、日本ではサイドウィンカーも全幅に含める関係で 1700mm をわずかに超えるため3ナンバー登録となった。なお、富士見模型が1、24スケールでクーペのプラモデルを市販していた。当初のラインナップは5ドアハッチバックと2ドアクーペで、1996年のパリサロンでセニックと4ドアセダン。 二ドアカぶりオーレを発表。1998年にはライバルに対抗して5ドアワゴンが追加され、ボディは6種類となった。1999年以降のフェーズ2では、ヘッドランプ、フロントグリル、テールランプなどのデザイン変更、衝突安全性の強化、直噴ガソリンを含むエンジンラインナップの変更と、装備品の充実が図られた。2009年2月時点で、 欧州では三代目が登場しているが、アルゼンチンとコロンビアの各工場では初代モデルが引き続き生産されており、廉価版として南米の一部地域では二代目と併売されていた。2002年にデビューし、日本市場には2003年から導入された。デザインのキーワードは退屈へのレジスタンス。垂直なリアウィンドウと突き出したリアゲートパネルなど、 C ピラーから、後ろの個性的なデザインが、最大の特徴で、同社のアバンタイムやベルサティスのデザインが受け継がれている。2からは、社名の文字体が、メガネから、明朝体を思わせる、ギリシア文字風の、メグラムダ NE に変更された。5ドアハッチバック5ドア,アゴンボディは、3ドア、5ドアハッチバック、4ドアセダンのスポーツサルーン、5ドアワゴンのツーリングワゴン、 MPV のセニック、オープンモデルとなる、クーペカブリオレの6種類のほか、モータースポーツ部門のルノースポールが手掛けた、高性能版がラインナップされている。2003年度のヨーロッパカーオブザイヤーを受賞したほか、ヨーロッパの自動車衝突安全性テスト、ユーロンキャップにおいて、最高の5つ星の評価を得るなど、デザインだけでなく高い安全性と実用性、信頼性が高い評価を受けて、 ヨーロッパ市場における C セグメントのベストセラーカーとなった。エンジンは直列4気筒ガソリン1.4、1.6、2.0リットルの、など2.0リットルターボ、ディーゼル1.5、1.9リットルな、2.0リットルターボ。その他、LP ガスガソリン切り替え式 LPG も用意されている。トランスミッションは5速と6速の MT と4速、AT。 ホイールは15インチから17インチだが、リム幅はすべて 6.5J であるため、最適なタイヤは195、65となる。2005年のマイナーチェンジでフェーズ2となる。ヘッドランプ、フロントグリル、テールランプ等のデザイン、メーターパネルのベゼルカラーが変更され、スピードメーターとタコメーターの位置が入れ替えられるといった、小変更が施されている。日本での展開は、 三ドア、五ドアハッチバック、五ドアワゴン、クーペカブリオレ、グランセニックの5種類で、右ハンドルのみが用意される。エンジンは、ルノースポール以外のモデルは、ガソリンの1.6リットルと2.0リットル直列、4気筒。トランスミッションは5、6速 MT とマニュアルモード付きの4速、AT。全面グラスルーフサンルーフは、グランセニックに、標準装備。 ルノースポールを除く後ドアハッチバックと4、ドアワゴンモデルにはオプションで用意される。ルノーにおけるユニバーサルデザインであるタッチデザインが採用され、食感の良い素材を使うなどして触れてみたいと思わせ、心地よく直感的な操作感を実現した。盗難防止対策のため鍵穴はなく、ドアの開閉やエンジンの始動はカードキーで行う。センターコンソールのスロットに差し込み、 ボタンを押すと、エンジンが始動する。始動後にカードキーを抜くことも可能だが、スロットに戻さなければ、ボタンを押してもエンジンは停止しない。トランク容量は330リットル。新設計となる二重構造のフロアは、ロードノイズの低減にも寄与している。エアバッグは、前席2カ所のほか、前後席、サイドエアバッグ、カーテンエアバッグの、計8カ所。 ルノースポール R26R2004 年に追加された。ルノーのモータースポーツ部門であるルノースポールが開発を手掛ける同社のイメージリーダーとしての役割を担う高性能モデルで通称 RS。かつてのアルピーヌと同じくスポーツモデルやレース車両専門のディエップ工場で生産される。エンジンは最高出力 224PS5500。 RPM、最大トルク 30.6kgm、3000RPM の2.0リットルツインスクロールターボを搭載する。大きな開口部のフロントパンパートリアスポイラーの装着、大幅に向上した出力に対応されるため、シャシーやサスペンションを強化、サスペンションのジオメトリー変更など、各部がスポーツ走行に適したものに改良されている。フロントサスペンションには、 トルクステアの抑制を目的としたダスが備わる。ブレーキはブレンボ製でフロントは4ポットキャリパーを採用。路面状況により異なるが時速 100km から制動をかけて10回連続で停止した距離は 36m 以下とされている。日本仕様は左ハンドルの3ドアと右ハンドルの5ドアハッチバックプラス6速 MT で タイヤサイズは乗り心地を考慮して225、40R18、225、45R17 に変更された。2008年に発表された R26、R は RS トロフィー、カイチーム R26 に続く進化モデルで、末尾の R はロディコレイを意味する。エンジンは 230PS、31.6KgM のままだが、後席を除去しにシーター化。 リアクオーターウィンドウとリアウィンドウを軽量ポリカーボネートウィンドウに変更、カーボン製のボンネットやフルバケットシートの採用などで 123kg もの軽量化を果たし、ドイツのニュルブルクリンクを FF の市販車最速となる8分17秒の記録を作る。イギリス、フランス、スイス、スペイン、ドイツの5カ国で販売された。450台の限定生産。 クーペカブリオレ CC 略称は CC。3ドアをベースにドイツのカルマンが手掛けたオープンモデル。22秒で自動開閉するグラスルーフハードトップを持つカブリオレに仮装したクーペカブリオレで降臨直前のサイドシルにカーマンロゴの刻印がある。ボディは2ドアで定員は4人。加湿容量はクローズ時490リットル。 オープン時190リットル。オープン化に際しての各部補強により車重はハッチバックに比べて 200kg ほど増加しているが、重い荷重を考慮した専用設計のサスペンションとセッティングにより、路面からの衝撃をしなやかに吸収するように仕上げられた。グラスルーフは赤外線を78%、紫外線を95%遮断するという特殊なガラスを採用し、 ルーフクローズ時も開放感を維持するなど快適性と実用性を兼ね添えた。事故による横転時には自動的にリアシート後方のアンチロールオーバーバーが0.5秒で約1 3 0ト、mm、ル上昇し上員を保護する仕組みで C セグメントの被りオれモデルとして世界初のユーロンキャップの5つ星を獲得するなど高い安全性を持つ。日本仕様は グラスルーフカブリオレと呼ばれる。右ハンドルでトランスミッションはマニュアルモード付けのようにエティ。リアのナンバープレートについてはそのまま装着しただけでは開閉に支障を来してしまうため専用のステーを設け EU 規格の位置よりやや髪型に装着する格好となる。メガネルノースポールのテレビ CM には2005年にルノー海一をドライブして チャンピオンを獲得したフェルナンド・アロンソが出演しているが日本では放映されていない。また、グラスルーフ・カブリオレの日本向け CM ソングにジャズシンガー、小林カツのイースト・オ、e、ブ・ザ・サンが起用されていた。2008年10月のパリサロンで正式発表され、ヨーロッパでは2008年11月にハッチバックが発売された。その後、2009年1月にクーペ、 同年8月に、エステート2010年2月にクーペカブリオレが順次発売された。ハッチバックは5ドアのみで、クーペは従来の3ドアの役割を担う。4ドアセダンのスポーツサルーンはフルエンスとして独立した。エクステリアデザインは同社の他モデルに通じるものに変更され、仙台との共通性は少ない。リアのルーフエンドが仙台の垂直なものから、 なだらかな形状のオーソドックスなものとなった。シャシーは、先代からの継続で、ボディサイズは若干拡大したが、軽量素材の多様などで、車重は平均して、約8ラムほど、軽く仕上げられた。日本仕様は、スペインのバレンシア工場製。ボディパネルのフィッティング精度の高さや、開発の初期段階から、デジタル技術を取り入れた、フルデジタル化。 シリーズ初となる CVT の導入、重量ベースで車両の95%をリサイクル可能な素材を使用するなどの新戦略が盛り込まれている。また、目立たないがフロントのサブフレームとフロントのサイドメンバーは2箇所がダンパー、2箇所がゴム製のブッシュで接続されており、走行性能の向上に寄与している。なお、今回のモデルチェンジを機に、 ホイールが4ケツから5ケツに変更されている。5ドアハッチバックに限り2つのモデルコードが存在し、西欧諸国や日本市場に投入されたのは B95 型で、アジアパシフィックやロシア市場などには B32 型が投入された。B32 型は道路状態の悪い新興国向けという役割もあり、車高がやや高く、ラゲッジルームに、 荷物が満載でもスペアタイヤが取り出しやすい外部、吊り下げ式となっている。そのタリアフォングランプがリアバンパーに設置されている点や、ルーフパネルとサイドパネルの溶接跡を隠すための樹脂モールが装着されている点などが B95 型との違い。一部の西欧諸国でも B32 型が、廉価版としてメガーヌジェネレーションの名称で導入された。 日本市場には2010年12月にクーペの高性能版 RS が先行発売され2011年5月5ドアハッチバックコンフォート仕様のプレミアムラインスポーティー仕様の GT ラインの2種類が設定されたがプレミアムラインはその後のグレード見直しを機に導入中止となったエンジンはべて直列4気筒でガソリンは2012年までのフェーズ I は1.6 2.0リットルなど1.4、2.0リットルターボ。2012年以降のフェーズ2は、ダウンサイジングされた、ルノー発の直噴となる1.2、1.4リットルターボの、スと、継続する2.0リットルターボ。ディーゼルは、フェーズ I は1.5、1.9、2.0リットルな、フェーズ2は 95PS と 110PS の1.5リットルと130。 PS の1.6リットルコモンデール式直噴ターボのダシー。1トルあたりの CO2 排出量は110、PS の1.5リットルダシーがラインナップで唯一1 0 0ム以下となる9 0ム、115、PS の1.2リットルッツが1 1 9ム、265、PS の2.0リットルターボが1 7 4ムとなっている。 トルクコンバーター式のオートマチックトランスミッションは設定されず CVT と後に設定される EDG のみとなった。ルノースポール5ドアハッチバック比で車高はマイナス 25mm の 1435mm、車幅はプラス 40mm の 1850mm とローワイドボディである。座面の位置は極端に低くないものの見切りが悪く。 絞られたリアウィンドウとファストバックスタイルのため斜め後方視界は悪い。ラインナップは RS と RS275。2011年6月限定500台の RS トロフィーが発売。2014年6月限定250台の RS275 トロフィー R が発売された。シャシーはスポーツとカップの2種類が用意されるが日本仕様はカップとなる。 サスペンションは、ノーマルモデル比でスポーツはプラス12.5%、カップは、スポーツ比でプラス15%硬い。トレッドの拡大で、ロール合成が強化されたことにより、過度にサスペンションを固めず適度な減衰力とすることが可能となったほか、電動パワーステアリングも改善された。軽量フライホイール、GKN 製の機械式 LSD も装備する。 フロントサスペンションは仙台に続き出すだが、軽量化のため車軸側のブチロアアームが、スチールアルミに変更されている。走行関連の電子装備として、RS ダイナミックマネージメントと呼ばれるシステムが新たに設定された。ESP の介入は、ノーマル、スポーツオフの3段階、スロットルレスポンスは5段階から、選択、ASR の効き具合も調整することが可能となっている。 人燃費の平均は RS で約 10.0kmL とされるが、性能比では良好と言える。エステートエステート2009年3月にジュネーブモーターショーで発表、ヨーロッパでは8月に発売された。本国ではエステートだが、市場によりスポーツツアラー、グランツアラー、ワゴンと名称が異なる。なお、日本市場は本国と同じエステートとなる。 5ドアハッチバックをベースとして、リアのオーバーハングとホイールベースが延長された、ワゴンモデルで、特に後席のスペースと加湿が拡大している。ハッチバック比で、全長はプラス 263mm、ホイールベースはプラス 62mm となり、後席の足元スペースに十分なゆとりが生まれた。加湿容量はプラス 121L の 525L で、 鉱石を倒すと1595リットルまで拡大する。助手席も倒せるため、最大2550ミ、mm、リメートルの長尺ものも積載することが可能となっている。クーペカブリオレ CC2010 年2月、新型が発表された。仙台に比べてボディ剛性が80%向上。プレミアム感を演出するため内外装に専用品が用意されている。 開閉時間は21秒。過失容量は、クローズ時417リットル、オープン時211リットル。3月にジュネーブモーターショーで世界初公開。2014年1月、ブリュッセルモーターショーで大幅に改良された新型が公開された。フロントマスクを他のメガーヌと共通衣装とし、2014年1月から先行してベルギーで、 3月から世界15カ国で発売。日本市場には未導入。日本仕様を、RS トロフィー2009年3月のジュネーブモーターショーではワゴンモデルが発表された。2010年2月、クーペカブリオレを追加。2012年にはフロント周辺とインテリアの小変更でフェーズ2となった。2013年9月、フランクフルトモーターショーでフェイスリフトを発表。 フロントマスクがクリオの流れを組む衣装に変更。従来は RS のみの装備だった LED のポジションランプが全車種に拡大されたほか、エンジンに新開発の1.2リットル直噴ターボが採用されるなど、ラインナップが変更となっている。2014年2月には、初代からハッチバックとワゴンを生産するスペインのパレンシア工場の生産台数が400万台に到達した。 日本では2010年12月に高性能版の RS が先行発売され、2011年5月5ドアで M4R エンジン CVT のプレミアムラインと GT ラインが追加された。2012年7月 RS がマイナーチェンジ。エンジンの最高出力は 250PS265PS、最大トルクは 320NM340NM に向上。 フロントバンパーには LED ドライビングランプが内蔵された。ハンドル位置も左右に変更され、ボディカラーも一部が差し替えられた。11月、5ドア GT ラインがマイナーチェンジでフェーズ2となり、プレミアムラインが廃止されると同時に、ワゴンのエステート GT ラインが追加された。2013年5月、6速 MT 右ハンドルのエステート GT220 が発売された。 2014年6月、2013年9月のヨーロッパに続き、日本仕様のすべてがフェイスリフト。キャプチャーやクリオに共通するデザイン戦略、サイクルオブライフに沿うもので、ルノーであることを強く主張するフロントマスクとなっている。変更と同時に、エステートのみに設定されていた GT220 をハッチバックにも設定、本国同様に GT220 と GT ラインの2系統となった。同年10月には GT ラインのみ内外装はそのままに、早くも改良が行われ、エンジンが2.0リットルの M4R からキャプチャーに、搭載される1.2リットル直噴ターボの H5 階に、換装され、合わせて、組み合わされるトランスミッションもゲトラグ製の6足、EDC に変わった。2015年5月26日、ハッチバックの GT ラインを廃止し、入れ替わりにシングレード全部を追加。装備を一部厳選し、サスペンション特性をしなやかな方向にセッティングし直すなどして価格を249万円に抑えたグレードとなっている。エステートのバリエーションに変更はない。限定モデルは30代の RS モナコ GP、60代のエステート GT、30代の RS トロフィー、 30代のメガール RS レッドブルレーシング RB7 と50代の RB8、20代の RS ジャンダルムリなどがある。2017年4月6日、日本市場における現行型 RS のフィナーレを飾る特別仕様として、限定200台の RS ファイナルエディションと、限定20台の RS パックスポールが発表された。オーストラリア仕様 GT2015 年9月の フランクフルトモーターショーにて5ドアハッチバックを正式発表。翌2016年3月のジュネーブモーターショーにてエステート版であるグランツアーを発表。続いてフルエンスの後継となる4ドアセダンバージョンも発表されている。プラットフォームはミッサントルノーが共同開発した CMFCD を採用。全長は 4395mm。 ホイールベースは 2669mm と旧型と比べて、それぞれ 64mm と 28mm 延長されているが、全高は 25mm、低い 1447mm に抑えられている。外装は、タリスマン、2代目コレオスなどに通じる新世代ルノーを、感じされるものとなっており、内装も7インチもしくは8.7インチのスクリーンが、 ダッシュボード中央に配置され、ドライビングモードや内装照明色の変更などができる。エンジンはチューニングの違いを入れると4種類のガソリンと5種類のディーゼルが用意される。トランスミッションは6速と7速の EDC のほか、5速と6速のマニュアルギアボックスが用意され、エンジンに応じて組み分けられている。GT には4輪操舵システム、4コントロールと GT シ,シーが搭載され、 車種合成とコントロール性能を大幅に引き上げている。また、レイのマルチセンスも採用され、RS ドライブ、7インチマルチテトモニター、パワーステアリング、エンジンレスポンスとサウンドなどを自由自在にセッティングできる。日本市場においては、ルノージャポンによって2017年10月4日に発表され、11月9日から販売を開始。5ドアハッチバックは、 1.2リットル直噴ターボの GT ラインと1.6リットル直噴ターボの GT の2種。スポーツツアラーは1.6リットル直噴ターボのスポーツツアラー GT のみを設定。いずれも7速 EDC との組み合わせのみとなる。2018年8月30日日本にて3世代目となるルノースポールを発表。ボディアゴドアハッチバックに改められた。エンジンは ルノースポールカーズとルノースポールレーシングが共同で開発した新開発の1.8リットルターボに刷新しゲトラグ社製の6速 EDC のみを組み合わせる GT に採用済みの4コントロールに加え4輪ハイドロリックコンプレッションコントロールも採用することで究極のスポーツパフォーマンスを実現しているまた十九インチホイールを収めるためにフェンダーが 通常のメガーヌヒでフロントが 60mm リアが 45mm 拡幅されている時期を同じくして公式発表はないものの GT の生産は終了して以後は世界的に在庫車の販売のみとなる2018年11月29日日本上陸1周年を記念しスポーツツアラー特別使用者アニベルセルを発表これは 本国のトップグレード、インテンスに相当するモデルで、組み合わせされるエンジンは1.2リットルターボで、限定30台のみ。2019年2月22日、限定100台で、RS カップを発表。RS の EDC 仕様をベースに、強化サスペンション、シャシーカップ、トルセン LSD、バイマテリアル構造のブレンボ製、ブレーキキャリパーを追加し、 EDC を6速 MT にパーキングブレーキを電動式からサイドレバー式に改めている。2019年10月9日、RS のさらなる高性能モデルトロフィーを発表。エンジン出力を高め、シャシーカップを採用した。EDC と6速 MT を設定。2020年1月10日、東京オートサロンにて量産 FF 車最速タイムを記録したことを記念し、 特別使用者 RS トルフィー R を発表。4コントロールとリアシートをカットし EDC から 6MT へ変更する代わりにアクラポビッチ製のチタンエキゾーストシステムとカーボン製ボンネット及びリアディフューザーを採用することで RS 比で 130kg の軽量化を実現するとともにオーリンズ製ダンパートルセン l s d 直径 390mm のブレンボ製ブレーキキャリパーを備えることでさらなる高性能を追求している。世界限定500台が生産され、そのうち30台はブレンボ製カーボンセラミックディスクゴールドキャリパーとカーボンホイールダイナミックエアインテークを備えたことでさらに 10kg 軽量化されたカーボンセラミックパックとして生産される。日本市場へは 計51台が投入されるなお、カーボンセラミックパックは、ルノージャポン市場、最高値の949万円である。主な市場でのグレード名一覧。2005年から、世界選手権として開催されている、ワンメイクレースのメガアノトロフィーには、RS で、2010年からは、ラリーの IRC とアークには RSN4 で参戦している。 レース以外ではサーキットでのタイムトライアルにも意欲的で特にニュルブルクリンク北コースでの FF 主販車の最速記録に強い関わりを持っておりニュルブルクリンク用に開発した車両を持ち込んでいる2011年5月には RS でコースレコードを記録2014年6月には3代目 RS275 トロフィー R で セアトレオンクプラ280を約4秒上回り、記録を更新した。2015年には、ホンダシビックタイプ R に7分50秒63で、破られるものの、2019年5月に4代目、RS トロフィー R で7分40秒10を叩き出し、再び市販 FF 車最速の座を奪還した。メガー RS の前輪ブレーキホース関連の、 不具合で制動力が低下する恐れがあるとして、2009年1月にリコールの届け出を行った。2004年5月24日から2006年4月7日に生産された268台が対象で、事故は発生していない。また、2002年8月と2004年7月の2回、燃料ポンプを取り付ける樹脂製ナットが温度変化が繰り返されることにより、ナットに亀裂が発生。 燃料が漏れる恐れがあるとして、リコールの届け出を行ったが、対策が不十分だったと判断し、2009年4月に対策内容と対象範囲を見直した上で、改めてリコールの届け出を行った。1999年6月18日から2001年1月22日に、生産された1417台が対象で、不具合は6件確認されたが事故は発生していない。 ありがとうございます。